ビルロスさん、どうもいらっしゃいませ。おはようございます。はい。じゃあ問題なければ、まず挨拶から。はい。どうも、おはようございます。底辺の王と書いて、帝王と、新帝王です。はい。この時間は、朝の部ということで、プレステ2版のドラゴンクエスト5、仲間モンスター199匹、ボジョンズクルコンプ、オークブリザード、3期目から、はい、お送りいたします。よろしくお願いします。まあ、とっとと、やってしまいましょう。ちょっと失礼。まあ、ちょっとね、昨日はホークブリザード、ちょっとハマっちゃったんでね、まあ、しょうがないですけど、今日はちょっとね、さすがに終わると思いたいんですが、まあ、90分あればね、多分100、ね、多分300ぐらいまで行くでしょうから、それはさすがに、そこまでハマらないと思いたいんで、ホークブリザード終わったら、その次、ホークマンですかね。まあ、そこまでなんとかこじつけましょう。じゃあ早速スタート。一段ね、あんまりハマった経験がないんですが、こんなのね、とっとと終わらせて早くね、次に進みたいんですが、意外や意外まさかのね、本当に思わぬ伏兵ですね。
まりなんか出にくいんですかね、こういう背景の関係あんのかな。森の方がなんか出やすいようなイメージも偶然かもですが、ニコ生とか見てると世間は大乱闘ですね、はい、あ、スマブラですか。あーね、やっぱスマブラなんですかね、今の時代的にっていうかね、ちょっと失礼。スマブラね、僕はあんまりスマブラやったことないんですね。まあ Wii の時にね、ちょっとやってみようかなって、やっWii でしたっけんね、やってみたんですが、私はスイッチ持ってないのでかやのほかですが、わら。あ、そうですか。スイッチあったらやりたかったって、そんな感じですか。どうでしょうね。ねえ、あれね、スマブラって結構ね、歴史古いっていうかね、64の頃からね、多分やってね、発売っていうかありましたからね。いえ、シリーズやったことないので、それほどでも。あ、そうなんだ。じゃあ僕と一緒だ。僕と一緒ですね。そうですね。別にね、世間がね、スマブラ一色だからってね、僕がね、やんなきゃいけないってこともないんですから。ね、僕は僕、ね、あくまでマイペースを通してね、こうやって、地味な作業を、ね、ひたすらこなしますよ。まあ、ね、よそはよそ、うちはうち。まあね、誰かスイッチはストレージの 30GB だけどうにかなれば購入も考えるのですが、え、ああ、そっか、だから買わなきゃいけないですよね、多分ストレージっていうかね、その、どうでしょうね、182回、起きるかな、うわー、起きちゃった、起きちゃった、うわーとか言っちゃって、実は密かにカウント193、待ってたんですけどね、一休さん歌おうとね、ネタ、準備してたのに、うわー来ちゃった、くそ。まあいいや、しょうがない。起きたものはしょうがない、ちゃんと入れてあげましょう。はい、じゃあ、フォークブリザーの3匹目、本田、カウント182回で、はい、終了。一休さんはまた別の機会に、くそ。じゃあ次、はい、ホークマンですね、次。1匹目、ホークン、カウント、確実32分の1ですから、やっていきましょう。まあ、その前、セーブしときましょう。セーブだけ、クソ。そうね、スイッチね、少ないんですよね。だから、もう僕はゲームね、パッケージで買うから、あんまりね、だから、ダウンロードで買わないから、別に、そういう容量ね、少ない分には別に困らないんですが、まあ確かにね、プレステ、ね、4だったらね、初期型っていうかね、ハードディスクね、セーブデータね、500ギガね、あるのに。まあね、32ギガ、まあね、小型のスイッチだからこその、まあ、ってとこもあるかもですけどね。買うならね、多分ね、やっぱ今だと、256GB とか欲しいんですかね。SD カード。さてと。空飛ぶ靴かな。ホークマンはね、デモンズタワーの、とこですから。ただね、さっきサイトちょっと確認したらなんか、嘘か誠か知りませんが、なんか最上階の方行けばなんかすごい出まくるみたいな、本当かねえってね、ちょっとまあ興味あるんでちょっとね、上まで登り詰めてみましょう。まあ忍び足あるからそんなに演歌もうざくないでしょうからね、すごいですよね、今のホークブリザードのまあ出やすさで、まあ某サイトで、あ、来た、あ、でもこれあれか、ドンドンダメ、いやどうでしょう、これオークキングが混じるんですよね、よく考えたら。オークキングの後に倒さないといけないから、そこだけ注意ですかね。どうだろうね、上行ってもオークキングいるんだったらあんまり意味ないですね。どういう仕組みかわかりませんが、上でも出るかな、オクキング。あ、でも、いや、オクキングじゃないか。アームライオンか。アームライオンがまずいのかな。まあ、ちょっと、
見てみましょう。それだったらもうちょっと下の階でオークキング混じっても倒した方がいいかもですが。帝王が仲間になるんだよ。どういうこと？はい、6個目さんいらっしゃいませ。僕は仲間っていうかね、なりませんから。まあ結構出やすいのかな。単純に次フォークマン。はい、そうです。フォークマンじゃないですね、フォークですね、タカですね、うん、豚じゃないです。うん、危ない危ないね。フォークマンって言ってね、はいそうですって、あよく言うところでしたよ。おっかない。フォークマンはロタ、わら。ね、さあ、ありでなく、ね、ちょっと、うん、危うく見落としそうでしたが、うん、何を失礼な、うん、ポークマンなんか、まあ、ポークマンじゃないけどね、確か、ドラケン6だと、ね、なんか、オークマンみたいな敵がね、いたと思うんですが、うん、いや、さすがにきついか。あ、そんな、でもそんなでもないっすね。スーパー版はね、ここ、マジでダメージ食らえますからね。うん、結構、ちゃんと、ね、石とか並べて、あれした方がいいんですけども。ここが、今、何階？8階、うん、10階って、うん、10階ってどこでしょうね、うん、9階、ここでしょ？ここかな、うんうん、10階、西の塔、どこでしょうね。まあ、ここちょっとやってみましょうか。うん、アームラインお前じゃない。お前じゃない。わざわざここまで登ってきたな。お前のためじゃない。ちょっと、うん、確かにね、サイトだとフォークマン、うん、10回、うん、ね、すごい 60% って。これもラスボス倒してるの？倒してます。うん、ね、あのラスボス倒さないとね、あの少なくともね、あのもう仲間にしましたが、あのヘルバトラーとかね、仲間にできませんからね、隠しダンジョン行かなきゃですから。だからどうですかね、確かね、うん、ギガンテスあたりのとこまで行ったらもう、うん、仲間にってかラスボス倒しました。うん、大丈夫かな、これなら。ライオンさんはバディクロスで一周できますから、うん、まあこれで出やすいなら、もうここで。ダメです。何がですか？何がですか？何がダメなの？ダメと言われる理由がわかりませんが、うん、ダメも何もね、もうラスボスね、倒しちゃいましたからね、うん、ダメとか言われてももうどうしようもありませんよ。うん、でも 60% はないと思うけどな。 60% 本当かな、これ。どういう検証したら60になるのかな、これ。デタラメじゃないのね。まあ確かに出るには出ますけど、ね、アームライオン昔懐かしいね、1種類目のねモンスターですけど、ね、それ以来ですよね、ここ来たのも。うーん、まあ、確かにそこそこ出ますけどね、うん、
そこまで出やすいって感じでもなさそうかな。まあいい、 50% はあるかもですね。じゃあ懐かしさついでにアームライオンも仲間に入れよう、はい、ダメですよ。もうアームライオンは3匹ね仲間にし終わってるんで、もう1種類仲間にできるモンスターの数は3匹が限度ですから、うん、アームライオンはねどんだけ勝ってももう起き上がりませんからダメです、うん、あくまでもう残るはホークマンのみ、うん、3匹までって誰が決めたの？え、このゲームがこのゲームのルールが、うん、いや別にただねドラクエ5はまあ一応ねどのシリーズっていうかねスーパーファミコン版もね DS 版も1種類最大仲間にできるのは、うん、失礼、うん、3匹までとは、うん、決まってますから、うん、だから、うん、4人パーティーだからってねドラクエ5、うん、同じ種族だけで4匹ね編成は、うん、できないんですよ。まあもともとはね多分スーパーファミコンはね3人パーティーだったからってとこからね多分同じ種族でね3人パーティーで組めるようにって最大3匹までっていう設定だったんでしょうけどまあなぜかねプレステ2ね4人パーティーでも、うん、最大3匹までしか仲間にならないんです、うん、1匹分かれてもう一度仲間に加えることができるそうな、うん、できますよ、うん、まあね、それでも最大は3匹いてるのは変わりませんからね。まあ変わるとしたら、まあその1匹ね、仲間外したことで4匹目ですか。うん。名前が変わって、うん。そうそう、うん。ただそれあんまり意味ないんですよね。4匹目の名前が変わるって言っても、このね、プレステ2のドラクエ5って仲間モンスターの名前を変更することができるから、うん、そういうのにか、ね、こだわるなら、ね、3匹目とか適当なやつをね、4匹目の名前に変えちゃえば、あんまり意味ないんですよね。ね、スーパーファミコンだと確かね、モンスターの名前は変えられないからね、意味ないんですけど、うん、プレステ2はね、名前変更できるから、4匹目の価値がものすごいね下がってんですよね、うん、まあそりゃ ねこういう配信でねちゃんとねそんなことしたら偽証罪に問われるぞ、うん、いや偽証罪って言ったってねその証拠がね見つからなきゃね意味ないですからね、うん、まあこういう配信でねちゃんとね3匹目ね3匹いる状態でね1匹ねえ、のに返して、それでって、ねえ、ちゃんとあれすれば、まあ価値はあるでしょうけど、あくまでデータとしてそういうのがね、欲しいっていうのはね、3匹っていうかね、1匹名前変えちゃえばね、別に何も怪しまれませんからね、ほんと。なんで、そういうまずいことは、ね、意味のないことは僕はやりませんから、だからってね、名前変えられないスーパーファミコンでそういうね、無駄なことやろうとかって言ってるわけではありませんからね。うん、
い。うん、まいったな。せめて1匹目ぐらいはね、なんかまあ1匹目、2匹目。めちゃくちゃ避けますね。うん、鳥だけに。帝王最低だな。最低だなって。なんで僕が最低なんですかね。そういうね、甘石をね、残した。救いにがいけないんですよ。うん、救いにが悪いんですよ。僕は全然悪くない。恨むなら救いにを恨んでください。うん、いまいちですね。まあでもペースは悪くないですよね。うん、やっぱり出やすいモンスターですから。うん、まあささっと、うん、あと1匹目 2匹目は最低仲間にしたいですね。32分の1ぐらいはさすがに、うん、300人記念は何するの？滝行？やりません。何しましょうかね。あんまり考えてはいないんですが。ねえ、多分大きいか。ああ、倒しちゃった。ダメか。ねえ、本当はねえ、そういう100人単位の記念配信では、何かやりたいんですがね。やるとしたら、まあ来週の土日ですけどね、どっかで。二日間ね、来週はともかくね、再来週になるとね、また。感謝の腕立て伏せ300回。やだ、やだ、できない。3回だって無理です。はい、18コンさんいらっしゃいます。まああれだけどね、クリスマスのね、枠のあれを、まあついでにね、300人突破記念ってことで、うん、そこでいいかなって思うんですが、うん、無理してね、その、来週の土日にね、300人、ね、もしかしたらね、下手したらね、来週300人届いてないってね、オチも、ね、可能性なきにしもあらずですからね、そうなるとやっぱ、再来週で、うん、再来週の300人、ねえ、クリスマス枠を、それで。何尻込みしてるねん。何尻込みちゃって。ねえ、やっぱりね、現状、ね、平日も土日もね、ちょっと枠、一応埋まってますからね。
やっぱりそっちのね、枠をとりあえず終わらせることを優先した方が、ね、多分リスナーさんもいいと思うんですけどね。また土日でって言ってもね、何も企画が思いついてるわけでもないけど。まあね、今日の。除夜の鐘300回つくぐらいの勢いで言って。無理無理。勢いも、無理でしょ。でもね、なんだかんだでね、200人あたりでもう頭打ちかなと思ってたんですが。なんだかんだでね、300人まで伸びましたからね。そりゃね、1日10時間ね、まあいろいろこんだけ毎日ほぼ休まず配信してりゃね、さすがにそれぐらいは行くってことなんでしょうかね。ね、言って、しかもね、結構ね、朝昼夜深夜、いろんな時間帯でね、こまめにね、配信してますからね。まあそれ、逆に言えばね、それだけかき集めてもまだ300人しかっていうのは、やっぱり僕の人徳というかね、生主力のなさなのかなっていう気もしますが、どうしようかな。まあ今日の夜のね、焼き肉とか鳥猫とかでもしリスナーさんが来週やってほしいって意見が多かったら考えますがね、どうしましょうね。32分の1で28回やって、しかもドロップも何もしない。確かホークマンってね、鋼の剣が、鋼の剣だってね、32分の1ぐらいでしょ。まずいね。何も出ません。半歩ごとに乱数生成されるらしいけど、ドロップや起き上がりに影響あるかはわからん。半歩ごとに乱数。21ゴミさん、どうもいらっしゃいませ。半歩ごとって言い方だと何ですか？スーパーファミコン版？何ですか？え、じゃあね、ちょっと歩き、これプレステ2でもあれなんですかね。ねえ、でも乱数が生成されるっていうならね、もうね、やっぱドロップや起き上がり、うん、ねえ、こうやってねえ、まあどれぐらいかわかりませんがね、何回かあれしたらこうやって歩いた方がいいってことですかね。まあそれでも運が悪い人は引けないんでしょうけど、乱数がっていうのはね、僕も、聞いたことはあるんですが、僕の場合ね、なんか戦闘の
コードパターンがね、ずっと固定だと、なんか乱数も固定になっちゃうみたいなことがあるから、なんかね、時々ね、コードを変えたりすると、なんか乱数がね、変わるって聞いたことはあるんですが、まあそれもね、嘘か誠かわかりませんが、こういうどうしてもこういうね、運試しってかね、運で決まるゲームってね、絶対こういうオカルトめいたことが言われますからね。本当にね、誰か解析ね、してくれたらね、こんな苦労しなくて済むかもですが。ファミコンとかゲームボーイは容量の問題で変数が共通で使われていたりするからあるかもしれん。ああ、なるほどね。ファミコン、確かに乱数がね、全部いろんな要素に、なるほど、なるほどね。確かに。そう考えると逆にね、プレステ2だとね、やっぱ乱数がね、どうなんでしょうね。ばらけてるっていうかね、全部のあれで同一ってこともないってことですかね。ちゃんとパンツ洗って。どういうこと？何いきなり、何をいきなり言うんですか？意味がわかりません。運がついてるって違いますよ。僕はだからね、運がないからね、今ね、ホークマンごときの一匹目でね、こうやって手こずってるんですから。ついてないですよ。お、そう言ってるとどうでしょう。35回目、さあどうだ、どうかな。これは来るんじゃないかな、さすがに。まあ、32分の1でカウント35。まあ、ほんと平均ですね。平凡ですね。普通ですね。かわいいだし。まあ、かわいいかねえか。とりあえず、ホークマン1匹目。嫌です。ホーク、はい。カウント35回で、まあ、終了です。はい。じゃあ、続けて2匹目いきましょう。ホークマン2匹目。タカオだそうです。タカだけにね、まあ、そういうことでしょう。じゃあやっていきましょう。確率64分の1。はい。タカだけにね。この表現嫌い。何が何がどの表現が、何、ネーミングセンスがってことですか。そういうね、タカだけにタカオって、嬉しそうにモンスター G さんの元に行ったって檻の中じゃん。ああ、そういうことか。あねえ、でも寂しそうに行ったねえ、行ったら、でも、いや、わかんないですよ。檻の中だけのね、一生、ね、多分食うことにはね、困らないでしょうし、もしかしたらね、やっぱりね、ね、他の仲間もね、モンスターと一緒にね、悠々自適にね、言って、ね、僕と一緒でしょうね。部屋の中で閉じこもっててもね、いろいろ、ね、生活環境はね、充実してるならね、そりゃ嬉しくてね、そういうこともあるんじゃない？僕だってね、たとえね、部屋の中にね、閉じこもっててもね、ちゃんとね、ゲームとね、ネットができて、あとね、ね、食うにも困らず、ね、あと、ついでにお小遣いもくれるってなったら、僕はね、喜んで。娯楽への世界で檻の中に娯楽があると思うんですか？いや、ないでしょうけど。
ね、やっぱり嬉しいって思える何かがあるんじゃないですか。うん。こういうね、殺戮の日々からね、解放されるってね、もしかしたらね、そういう嬉しいから、うん、やっぱりね、仲間にしてって、うん、ほぼ囚人と変わらん。まあ確かにね、そういう未来がね、知らないからあえて喜んでいってるのかもですが、うん、まあそう考えたら騙されたってことになるんですが、非常に出なくなりましたね。こういうのも乱数の固定ってやつなんですかね。もしかしたら。今38分だから、あとまあ60回ぐらいいけるでしょうから、うん、なんとか残りの時間で、うん、2匹目終わったらいいですけど、うん、そしたらいよいよ今日170、273、うん、まだね、やばいやつが残ってますけど、まあこうしてね、着実にゴールに向かってると考えれば、いやーね、長かったこの作業も、まあ、それでもやっぱり3月までかかるかもですからね。
配信休み？え？明日ですか？いや別に休みじゃありませんよ。うん、ただどうでしょうね。まあ多分明日もこのドラクエね、5の仲間モンスター集めに関しては、はい。一応毎日ね、ちょびっとずつではありますから、はい。やってますから、うん、土日も、うん、この朝6時ですかね、うん、やりますんで、うん、純粋にね、見たいんでしたら、はい、明日もこの時間来てくだされば、はい、やりますんで。申し訳ないですけど、多分ね、この時間帯での配信は多分来週いっぱいで、また多分昼の生活に戻ると思う。早起きさせるなんて罪な男よの。早起き、まあそうですか。僕はね、夜徹夜して、徹夜っていうか、まああれですけど、ずっと寝ないで、まあ、この朝までやってるんで、うん、ただ申し訳ないですけど、本当に来週いっぱいでまた昼の生活に戻るんで、そうするとね、多分ドラクエ5が14時からの配信になっちゃうと思うんでね、ちょっとこの時間に見れなくなっちゃうと思うんで、申し訳ありませんが、ご了承ください。うん、まあね、なんかまたね、その後ね、昼型に戻ってもまた夜型に戻る可能性もありますからね。そしたらまたね、この時間帯ね、6時ぐらいでね、仲間モンスター集めまたやるかもしれないんで、うん、まあその時はまたよろしくお願いしますってことで、ね、まあそこないと不定期配信ですね、うん、なんで夜型になったの、うん、自分を慰めすぎた。いや、そうじゃないですけどね、たまにね、寝よう寝ようってね思うと、逆になんかね、緊張するのか何なのか、うん、寝つけない時がね、どうしても出てくるんですよね、うん、そうするとね、生活のサイクルがね、乱れてね、だんだんね、その起床時間と寝る時間がちょっとずつね、ずれてくんですよ。まあ、ちょっとぐらいだったらね、まあね、我慢すればいいんですが、だんだんそれがね、ずれがね、大きくなってくると、こうやってね、配信の方をね、時間帯変えた方がね、うん、スッキリなんじゃないかってことになるんで、うん、なんなんでしょうね。やっぱりね、僕のね、仮説じゃないけどね、やっぱ人間はやっぱり25時間周期なんじゃないかなって、そういう仮説があるんですが、人間はね、そういうサイクルで気がかりなことがあるんやろな。そうなの？気がかりなことはまあ確かにあるんですけどね、そういうの考えないようにしてるんですが、ね、クリスマスだな。クリスマスだから寝ない枠、うん、な。いや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 、関係ないですね。いや、寝ない枠でやると逆に眠くなっちゃうんですよね。寝ちゃいけないって考えると寝ちゃうっていう、逆に寝なきゃっていけないとね、うん、寝れなくなって。初日の出枠。初日の出枠。いや、いいです。そんな、クリスマスとか、うん、クリスマスだと、まあ、初日の出枠もありませんけど、
まあ、もう一回だけ、ね、年末年始に24時間寝ない枠、うん、再挑戦してみようかなとは、まあ、思ってますんで。まあ、ただ、ね、まだそこで何をやるかまでは、うん、決めてませんが、うん、今んとこ候補で考えてるのが、まあ、スプラトゥーン2かなって、うん、24時間寝ないでガチマッチ、ね、うん、腕前がね、S プラスになるまで寝ないとか、それやったら多分本当に寝れなくなってノックダウンで多分終わっちゃうと思うんですが、何かね、まあ、うん、どうしましょうね、うん、スプラトゥーンとか需要あるの？え？さあ、わかんないですね。需要があるかは。ねえ、まあ確かにね、既存のリスナーさんには需要がないかもですが、うん。まあね、もしかしたら逆にね、そういうことで新しいね、リスナーさんをね、得られる可能性もあるかもしれませんし。まあ、なんだかんだでね、僕がね、苦悶する様を見たいリスナーさんには結構、うってつけじゃないかなとも思うんですが、うん、どうなんでしょうね。ああ、確かに。確かに。ね、今そういうのやるんだったら、やっぱりスマブラの方が、確かに、ブーム的には、いいのかもですね。ただね、僕スマブラ買うお金ないから、うん、でもね、24時間寝ない枠ね、もう こういう作業でのあれはもう絶対ちょっともうやりたくないんでね、うん、やっぱりね、アクションゲームかなんか、なるべく、うん、眠くならなそうなゲームはね、いいですから。なかなか来ないですね。お金がなければ作ればいいじゃない。うん、どうやって作るの？お金って作るって、まあね、うん、働きたくないんで。働かずに、そりゃお金がね、作れるならいいんですが。とりあえず偽札の現場からな。それかなり重罪ですから。無理でしょ、今のお札はね、さすがに。偽札って言ってもそう簡単に作れないでしょ。現場からなんてね、ますます。ねえ、今の1万円ね、作るってなったら、僕なんかじゃ到底無理でしょ。知らんのか？え、何が？何が知らんのかってよくわかりません。同じ素材、同じ技術で作ればええんやで、うん、同じ素材と同じ技術をどうやって手にするんですか。そっからでしょ、仮にやるにしてもね、うん、
ね、その素材の情報をどうやって入手するのね、技術はどうやってって、うん、ね、それこそね、造幣局ね、行けばそりゃね、うん、作れるでしょうけど、そこを考えるのが帝王の仕事やろ。僕じゃ考えつきませんって。だからね、チンカリムシャさん上、んキルを、はい、どうも、チンカリムシャさんいらっしゃいませ、うん、おはようございます、うん、今、ホークマンまで一応進めましたから、うん、違います。ホークマンです、うん。ポークマンでもありませんよ。ホークマンです。うん、ホーク。ホーク、うん。ホークですね。鷹ですね。うん、ん？どうしました？お腹すいた。お腹すいた？んー、じゃあなんかね、買いに行くなりして食べたらいいんじゃないですか。なんか、うん、さっき聞いたあれだとね、マクドナルドで今ね、なんかナゲットが 30% オフだから、ね、
でね、なんかセールやってみてるでね、見たりですから、僕の脂肪を食べ、いやですよ、食べたいですか、僕の脂肪なんか。はい、どうも、49コムさん、どうもいらっしゃいませ、うん、ねえ、なんか作って、うん、無理、僕料理下手だし、料理なんかしたことないし、焼かないと。何、あの、なんか焼かないと、焼かないで、うん、ねえ、なんかまあね、簡単なもんでも作ってね、食べればいいんじゃないですか。ね、そうやってお腹すいた、お腹すいたって言われるとね、僕もちょっとね、お腹すくから、うん、なんか食べたいですね。ママンに作ってもらってばかりじゃなくて、帝王も作るんだよ。僕料理作ったことないしね、そんなうまい作り方知らないですからね。何にも、うん、作れないっていうか、うん、皆さんなんか料理するんですか、なんか作ったりするんですか。そのハンバーガーとコーラガブ飲みして、ねえ、じゃあマクドナルド行ってくればいいんじゃないですか、うん、ねえ、ガツガツねえ食いまくって、うん、僕もハンバーガー食いたいな、うん、ティータリ前やろ。え、当たり前、ティータリ、ティーなんでティータリ前なのかわかります。33回さあどうでしょう。まあ、ただ鋼の剣の可能性もあるんですよね、これ、うん、起き上がってくれたら嬉しいけど、多分剣かどっちか、多分ね、でも剣かな。あ、やったよしよしよし、なかなかついてますね、うん、ホークマン2匹目、高尾ね、うん、確率60分の1、カウント33回で、はい、起き上がりましたね。もうとっとと仲間にしましょう、うん、高を、はい、と、うん、1時間ツールお金もない、チート、何がですか、何がですか、悪魔のツールに手を出してしまったか。出してませんよ、ちゃんと正攻法でやってるでしょ、不正でね、うん、なんでそこでパチパチパチとかね、おめでとうとかね、誰も褒めてくれないのか。別に褒めてくれってわけじゃないけどね、そんなツールだとかチートだとかね、じゃあ、ホークマン3匹目、飛び吉ですね。はい、確率128分の1です。やっていきましょう。うん、まあ、なんだかんだ言うけどね、うん、今日もう3匹、仲間にしたんですよね。この間の確変の時とね、数的には一緒ですよね。うん、まあ、あの時はね、30分でね、3匹仲間になりましたが、うん、まあ、その後がね、ちょっと、続かなかったんですけども、これもしね、まあ残りあと20ね、5、6分でもしこれも仲間になったらね、結構1時間半の時間では結構新記録じゃないですかね。なかなか神がかってますよね。まあ今日のね、ノルマ的には十分もう達成ですが、まあやっぱり出やすいっていうのもあるんでしょうね。ホイミスデンみたいにね、本当にね、ちょっと出にくいね、2分に1回くらいのペースだったら、さすがにね、カウントも進まないからあれでしょうけど、こいつみたいにね、多分ね、1分どころかね、多分数十秒で1回ペースで出るモンスターならね、ペースも上がるから、やっぱり時間でね、仲間になる確率もね、高くなりますから、まあ勝因はその辺でしょうね。確変ではない、単に出る頻度が高いからペースが速い、うん、でもね、ここまで登る手間を考えるとね、今日終わってあとね、そうすれば次炎の戦士でね、波行もいよいよ
ね、あの、はぐれメタルの前から始まった、ようやくハジョがね、来年のゴールデンウィークが10連休だって。ああ、そういえば、なんか言ってましたね。いや、まだそんな、そこ、ゴールデンウィーク、来年の、まだそこまでの、ね、予定は全然考えてませんが、10連休ね、多分別にうちはどこも行かんでしょうね、別に。うち別にね、僕が働けないから。行けるね、いや、行かない、多分、いや、行くには行くでしょうけど、多分そういうゴールデンウィークの時とかね、旅行のあれとかもね、お金高いから。ね、いや、箱根じゃない。いや、もう箱根は行かないでしょう。まあ、どっか旅行に行くにしてもね、そういうね、人が行かない時にね、平日とかね、行くでしょうから。箱根から配信。やりませんよ。箱根の山越えれるね。どうしてなんで山越え、なんで山越えしなきゃいけないのわかりませんが、うん。お風呂からも配信。しません。まあだから、多分10連休中はだから、多分ね、ニコ生配信、まあずっとできると思いますよ。まあ、ね、その時僕が何の配信やってるか、まだ想像つきませんが。ね、10連休で10日間ね、なんかね、クリアするって感じのあれで、まあね、企画っていうかやってみるのもいいかもですが、でもそれ1日10時間としてね、通報0時間連続放送ありがとう。誰も寝ない枠とは一言も言ってません。1日10時間前後ね、目処にして10日間、まあ100時間ですかね、うん、100時間でね、なんか終わるね、配信でチャレンジってのもいいんじゃないですかね。まあ、100ってなったらやっぱ RPG でしょうね。100時間。何やりましょうかね。帝王のプエンティフォーか。何ですかと。その前に多分年末年始でしょうね。年末年始で配信。うん、ドラクエファイナルファンタジー全シリーズ制覇できるね。いやです、無理でしょ、無理でしょ、100時間で全シリーズはさすがに無理でしょね。ドラクエだってね、1からね、まあね、オンラインのテーマ抜きにしてもね、11ね、 FF だってね、1からね、15でしたっけね、15まで出てますからね。無理無理無理、どっちかに絞ったって無理無理無理。やれたらいいでしょうけど、でもね、まあそんな4月、でもその頃だとね、多分ね、平成が終わるってことでね、世間もね、にぎわってるでしょうね。もうたその頃にはね、さすがに新元号もね、発表してるでしょうけど、なんでまだ発表しないんですかね、元号ね。もう来年のねえ、5月でしたっけねえ、その頃にはねえ、変わるのにねえ、12月の今になってもねえ、まだ発表してないんですからね。そんなにねえ、ギリギリまでねえ、あれしなくたっていいと思うんですが、どうなんですかね、そういうのって他の業界っていうかねえ、カレンダーとかの新年号は新帝王なことあります。ね、新とかね、まあ王もどうでしょうね、使わないんじゃないかな。うん、ね、さすがにでも底辺の底は使わんでしょう。13、
った。こうやってちょろっと歩いた方が、まあ験担ぎ。あと20分。20回。これこそね、起き上がってくれたら、本当に確変って言えそうですけど。おっ、おっと、いやでもさすがにこれは鋼の剣じゃないかな。これで起き上がってくれたらね、本当に確変ってか、ね、もしかしたらチートとか不正とかね、言われかねない。ダメでしたね。やっぱり、そんなに物事。ツールお金もない。ね。なんでツールお金もないって。誰ツールを。ちょっとそのね、応援で誰か忘却しといて、消しといて。ねえ。ツールオンでお金もないって。ねえ。ちょっとそのね、教育っていうか忘却しといて、お金もないの。お金もない。お金ないですけど、誰かお金ちょうだい僕にね、お金恵んで、お金のない底辺に愛の手を。お金もない。あんまりやるとね、まあ NG にはぶち込みませんが、もうそれ消しますよ。おのん。おのん。ダメですね。73個目さえいらっしゃい。なんかそうやってつなげてあれすると、まあ棒読みっていうか教育、ダメっぽいですねっていうか。ていうかそういうのやっちゃダメって言ってんですからね、やらないで。焼肉食べたい。僕も食べたい。すぐ NG に入れようとする。NG とは言ってないでしょ。だから NG じゃなくて、ね、その ON ね、忘却するって、別に NG にとは言ってませんよ。ホルモン食べたい。食べたい。いや無理かな。今日は何匹仲間になったんだ。77個目さんいらっしゃいませ。そうね、一応トータルで今日3匹仲間になってます。はい。まあ確変ってほどではないけど、まあね、比較的、順調に、いい感じで、これでね、この飛び吉も仲間になったらもう今日ね、言うことなしですが、まあそうそう、無理かな。っていうやっぱり出やすくてペースが速いからっていうのがまあ理由の一つとは思いますが、あと15分どんぐらい記録カウント。
大丈夫かな。野球派日本一までやるの？え、はい、もちろん、うん、ね、本当はあのゲームね、まあ攻略も見たらもっと上のね、なんか、うん、その、うん、なんかアメリカだかとね、なんかワールドシリーズみたいなんじゃないですけどね、なんかそういうのもあるっちゃあるんですが、さすがにそこまでは僕のねえ、あれだと、そこまでやったら本当にねえ、何時間かかるか、ちょっとわからないんですけど、まあね、日本一ぐらいだったらね、さすがに、うん、いけると思いたいんで、もうね、今日からっていうか、今日ですね、もう今日から、縛り一切なしで、うん、ガチで、まあ、クリア、ね、狙いますから、さすがに、それなら日本一はいけると思いたいんで、ね、すぐとは言いませんが、時間かければ、うん、日本一は、うん、なれると思うんで、うん、もうしばらくね、ちょっとお付き合いというか、頑張りますから、うん、内野手が揃ってね、あれすれば多少は守備も安定、まあ防御率ね、上がれば、勝てる試合も増えるでしょうから、うん、まあそうすればいよいよ、うん、キャーティー王様、今日もイケメンですねどうも、はい、80コムさん、どうもいらっしゃいませ。はい、イケメンですかね、うん、ありがとうございます。まあちょっとあと10分くらいで終わっちゃいますが、まあ良ければこんな作業配信、うん、ご覧になっていてください、ね、またちょっと移動しての、うん、帝王様は有名人に例えると誰に似ていますか？誰でしょうね、有名人にって言われると、うん、まあやっぱりどうでしょうね、安田大サーカスのね、やっぱ、ね、ヒロじゃないですか、うん、ボブサップボブサップいや一応僕髪の毛はあるんで、それに、うん、あそこまでね、その筋肉質じゃありませんから、それはね、ボブサップに失礼ですよ。
あけぼの。まあ、確かに。ねえ。あけぼの。ああ、あけぼのだったらまあ、わかるんですが。じゃあ、あけぼのでいいんじゃないですかね。うん、負けぼの。うん今ってあけぼのってねえ何してんでしょうね、うん、あけぼのに失礼って言わないんだいやまあ確かにある意味失礼ですかねじゃあ誰なら失礼にならないってなるでしょうねえ、うん、じゃあ僕に似てるってかねえ僕ほどねえ不細工なねえあの人はねえ他にいませんから似てる有名人は誰もいません86本さえいらっしゃいそうしときましょうそうですよね曲がりなにもね横綱ですからねもっと、うん、もっと横綱にねまあ容姿だけの話ですからね似てるって、うんハットまだ31ですからね、128分の1に対して、うん、このくらいでね、そんなブーブー文句言っていたら、うん、何ですか、はい。むしろこのシールドヒットに似てませんか、うん、僕はあれですよ、ドラケのモンスターで似てるのはガス団子です。え？僕はリアルな予定はありませんよ。だから配信普通に。やりますよそんなね底辺の僕にそんなねクリスマスなんかに用事があるわけないでしょガス団子に失礼、うん、なんでですかなんでですかガス団子に失礼って言うんだったらそのシールドヒッポに失礼じゃないんですか、うん、ガス団子に失礼とか言われたらサムネね、僕のサムネがガス団子にしてるのにどうしろって言うんですか。ママンと豚足食べないの？なんで豚足なの？なんでクリスマスに豚足なの？ねケーキとかっていうならまだしもね、うん、七面鳥っていうならまだしもなんで豚足ね。何僕の足ってこと？僕の足をクリスマスに食べるのやだやだやだ食べたくない痛い確かにね食い出はあるでしょうけどで豚足とかそういう宗教なんじゃなかったっけ？どういうこと？何と豚足とかそういう宗教って意味がわかりません。何ですか豚足教とかそんなもんあるんですか？聞いたことないんですか？ねえ、何豚足教って何？ただひたすら豚足を食べて。鳥は禁じられてるの？禁じられてませんよ食べてますよ通り道普通にねえねえチキンナゲット食いたいってねさっき僕が言ってたのになんでそんなねえ豚足をめっち
ちょっと待って。禁じられているのは野菜でしょ？鶏肉を食べると成仏できない宗教だろ。そんなもんあんの？あさ、なんで鶏肉、なんでぶ豚で、なんでその鶏を敵対するんですか？牛はどうなの？牛はセーフなの？何を禁じられてるの？何も禁じられてませんよ。何ですかそんな、ねえ豚足だからって。禁断の果実。禁断の果実？豚足は果実じゃないでしょう。野菜がダメだから果実。野菜だってそこまでね食べてないわけじゃないし、それなりには食ってますよ。まあね、十分な量食ってるかって言われたら、ね、首かしげたく。労働を禁じられてる宗教なんだっけ。豚足教ってそういうあれなの、そうなんですよね。実は僕豚足教に、ね、入信してて、働いたらダメっていう、そういう宗教なんですよ。だから働けないからね、お金が稼げないから、ね、欲しいゲームがあってもね、ね、スマブラとかやってみたくてもね、お金がないからやれないんですよ。労働ダメだからお金ちょうだい。だから、僕ね、そう、お金ください。僕にお金恵んで、ね、お金買ってね、くれたら、ちゃんとゲーム配信のためにね、ゲームでお金使えますから、誰か買って。さすがに、まあ3匹仲間になっただけでも良しとしないとですかね。まあ今日は十分でしょう。まあこのまま行ったらまたやっぱり次メガザルドックですからね。そこでまたどんだけかかるやら。まあメガザルドックの方がね、多分狩るペースは早いと思いたいんですが、なんだかんだ言っても、ね、ヘルバトラーよりは、まあ、ただメガザル。クリスマスや初詣に行くと異教の行為として処罰されるんですか？そんなことありませんよ。別に、それは宗教と関係ありませんから、別にね、そんな異教の行為とか、そんなに別にね、異教に対して、そういう厳しい、ね、そういう、処罰とかありませんから、配信行為とかになりませんから、別にね、クリスマスにね、パーティーやったって別にいいんですけど、うちはね、単にお金がないから、そろそろ時間ですかね。これちょうどカウント40ですから、これで終わりにしましょうか。ね、うまいこと言ったつもりでしょうけど。お金本当は持ってるんでしょ？ないです。じゃあ、撤収します。はい。終わります。ちょうど40区切りもいいでしょうから。まあ、こんなもんか。今日も3匹仲間になったし、母親以外の女の人と会話してしまったら、はいはい、その場でプロポーズしなきゃいけないんだっけ？そんな宗教あるんですかね。はい。ありませんよ別に。はい、どうも、R グレイさんどうもいらっしゃいませですけど、もう一応ドラクエ5の仲間モンスター集めやってますが、まあ一応もうちょっと時間なんで、今日はここで終了とさせていただきます。はい。寝ぼけるな。何がですか？やだやだって言っても終わりますよ。もうね、やっぱりこういうのは焦らず慌てずじっくりとね、ちゃんとマイペースで、
頑張ることはね、長続きの秘訣だと思いますから。はい、ということで、1時間半ご視聴どうも。あと4時間半お願い。無理、買い物行かなきゃだし。どうも、お疲れ様でした。